釜の中で起こってるいろんなその作用みたいなもんが、その諸行というか万物のみたいな話にまでひょっとしたらもうつながっていくんとちゃうやろうかというふうにすら思えることがあって、こう全部のことを表してくれてるような気がするんですね。今のところ住む前は東山に住んでたんですけど、そこそこいいお店のそのショーウィンドウの中に壺があったんですね。しがらき焼きやと思います。バサッと割れてるんです。バカッと割れてて、で全くそういう焼き物らしい焼き物は全くと言ってほど興味なかったはずなんですけど、その時に本当に立ち止まって、俺何やってんのかなってちょっと思ったんです。それぞれピースピースで焼き物の面白いその釉薬の時を探したりとか表情を探したりとかっていうのはやってたんですけど、それを最終的にこうつなぎ合わせてこの作品ですっていうスタイルでやってたもんですから、ルールも違うしジャンルも違うとさえ思ってるんですけど、でも焼き物を自分はやってるんやと今思ってるはずなんやけど、ほんまにそうなんかっていうことをちょっと考えてみようっていうことにその時になったんですね。何をしたら焼き物をやってると感じれるかということなので、まずはその土をああやってみたりこうやってみたり、こんな風にしてみたら日々ができてくる、ああ面白いとなんですけど、それを必死でそのまんまそのまんまの形で出てくるように焼こうとする自分がいるんですね。でふとそういうことをやってると自分がやっぱり焼き物やれてないような気がすると。である時天然の灰をもらってですね、釉薬に使えるん違うって灰をもらって、でそれをとにかくいっぺんお茶碗にかけて焼いたりで焼いたら、下の生地と反応して溶けてるところと灰が分厚くかかったところはカサカサで溶けてなかったの。なんでこんなことが起こるんやろうと思って、なんとなく不完全な焼き物なんですけど、一個の中でいろんなことが起こってるなっていうような、あの面白さを、これをやりたいと、材料いろいろと考えながらやって今の状態に来てるということ。釉薬自体は非常に不安定な釉薬で、土の影響で発色が非常に変わりやすいという溶ける釉薬の上にさらにそのアルミナ質コーチング剤っていうのを、粉状のものをこうその上からかけてやることで、溶けないものを溶けるもの、溶けないものをサンドイッチになるんですね。でそうすると中の釉薬っていうのはどっちにも影響されながら最終的には一つの状態に落ち着く。技法のその表層的な部分というよりも、技法のこれをやることによって土がどうなるかっていうその現象を見て、その現象を踏まえて作品化したいと、その現象の面白さをどう使って作品化できるのかっていうところに取り組みたいということです。